この動画は NVIDIA の提供でお送りします。こんにちは。今日は顔認識を使った鍵を作ります。普通の鍵は鍵穴にこの鍵を差し込んでぐるって回す、まあ、よくある鍵です。でも今日は顔を鍵にします。どうやって顔を鍵にするのか。今日のスポンサーの NVIDIA のジェプソンナノを使います。実は去年の同じ頃にもジェプソンナノの動画を公開しました。その時は半導体不足でなかなかジェプソンナノ在庫がなくて、皆さんには大変な不便な思いをさせてしまったと NVIDIA の担当者とあと一見は申し訳なく思ってます。それからなかなか在庫が出ない状況が今日まで続いていたわけですけども、ようやくジェプソンナノの販売が再開されました。今回使うのはジェプソンナノのメモリが 4GB のモデルです。前回の動画では 2GB のメモリのものを使いましたが、なかなかですね、これ作業するとメモリがいっぱいになってしまいます。処理が重なると結構重くなってしまいました。その点今回の 4GB 版は重くなることはほとんどありません。というわけで実際にジェプソンナノを使って顔認識の鍵を作ります。必要なものはキーボード、マウス、カメラ、あとはこういったサーボモーターとかも必要です。あとサーボモーターが結構電気を食います。ジェプソンナノに電力を供給するこの 5V の AC アダプターだと結構不安です。ですので今回は外部の 5V の電源も用意します。まあ、5V の AC アダプターであれば何でも OK です。あと言い忘れていたんですけども、インターネットの接続は必要です。それと SD カードです。これには OS を書き込みます。NVIDIA の公式からジェプソンナノ用の OS をダウンロードして、こちらの SD カードに書き込みます。でその後こちらに普通に挿すだけですね。どっか挿すところあるんですけど、ちょうどこの後ろ側に挿すところがあります。こちらの LAN ケーブルやあとはマウス、キーボード、カメラつなぎます。でそれプラスオプションで冷却ファンがあるといいです。アイドル時はこのヒートシンクぬるいんですけども、処理中は結構ホットになります。あとこれ単体だと何も映らないのでディスプレイにもつなぎます。ここにマイクロ USB が挿すとこあるんですが、これと AC アダプターをつなげば電源が入ります。でこの電源なんですけど、 4.8V 以下になるとジェプソンの処理速度が落ちます。ですので 5.2V くらいあるものをおすすめします。ジェプソンナノ自体のセットアップは特に難しくないです。概要欄にある URL に従うだけ。実際にジェプソンナノを使って今日のプロジェクトをやるんですけども、基本的なプロジェクトの構成はですね、こちらのジェプソンインファレンスっていうのがあるんですけども、そこにやり方が大体書いてあります。実際のジェプソンナノを使った画像の分類であったり、あとは推論であったり、そういったことについてはこちらの GitHub を見てもらえば大体わかります。概要欄にリンク貼っておきます。今回のプロジェクトは顔認識をするためにカメラを使います。実際にジェプソンなどでカメラが使えるかも確認します。ディテクトネットのデーブビデオゼロですね。これでカメラが走ります。お、見てください、映りました。ちゃんと人間というふうに推論されてますね。こんな感じです。今回のプロジェクトを作るのにディープラーニングが必要になるわけですが、ディープラーニングに関する専門的な知識が必要かというと、そんなことはないです。ジェプソンなのがかなり優秀なので、ディープラーニングということをあまり意識しないでも、そのアプリケーションを作ることができます。で、今日はどういうのを作りたいかなんですけど、こういったシステム構成のものを作ります。で、ここにカメラがあります。このカメラを使って顔の画像を撮ります。この撮った画像をジェプソンナノに入力します。このジェプソンナノの中では顔推論モデルが常に走っています。この顔推論モデルが入力された画像に対して、まあ、それは誰かっていうのを常に推論しています。その推論の結果を元にして、このジェプソンナノの出力につけたサーボを動かします。で、出力のサーボを動かして鍵を開ける閉めるというのをやります。ですので顔の画像が今回は鍵になるわけです。もう一回流れをまとめると、このカメラで顔の画像を撮ると、撮った画像をジェプソンナノの中で走っている顔推論モデルに入力します。その顔推論モデルがですね、今回入力した顔が1件だったら、
あこの顔は1件だからじゃあ鍵を、開けてくださいっていうふうにサーボの方にそういった出力を出すわけです。で今は顔の入力が1件でしたけども、例えば1件以外の他の人だったら、この顔推論モデルがですね、1件以外の人が来たっていうふうに推論して、でその結果鍵を開けないというふうにするわけです。で他の人が来てもですね、この顔は1件じゃないからじゃあ鍵は開けないでっていうふうになるわけです。今回のシステム構成を見てみると、ジェッソンナノの中で走っている顔推論モデルがどうやら重要そうだというのはなんとなくわかるかと思います。この顔の推論モデルに1件の画像を入力すれば、当然出力は1件というふうになってほしいわけです。で、同じようにこの A という人の画像を入力したら、この出力には A というふうになってほしいわけですね。今のモデルはちゃんと顔の推論ができていました。ですけども、モデルの精度が良くないと、例えばこの A という人を入力したのに、出力としては、あ、1件だねっていうふうになってしまったら、そのモデルの精度というのはあまり良くないわけですね。まあなんでかっていうと、この A の顔の人はどう考えても1件の顔をしていないからです。で、これだと推論の精度としてはあんま良くないよねっていうことで、このモデルをトレーニングするわけです。1件の顔が入ってきたら1件というふうに出力すると、A という顔の人が入ってきたら1件ではなくて、それは A の顔ですよというふうに出力するよう、これをトレーニングします。これからモデルのトレーニング、学習をしていきますが、これが結構めんどくさい、大変な作業です。まず学習をするためには、ラベルのついた顔画像が大量に必要なわけです。例えば、1件の顔画像には1件というラベルをつけます。で、この A という人の顔の画像には A というラベルをつけます。このラベルのついた顔の画像をたくさん用意します。今回は100枚用意しました。この顔の画像も顔の角度であったり、顔の大きさ、あとは回転の具合など、いろいろな画像を用意します。そういった顔の画像を使ってトレーニングしたモデルの方がより精度の高いものになります。トレーニングが十分にできていないモデルだと、例えば A というラベルのついた画像を入力したのに、出力は1件という風になります。いや、それはちげえよっていうことで、このモデルの中のパラメータを少しずつ変えていきます。それが学習の過程です。このモデルの中はいわゆるディープニューラルネットワークというものでできています。学習は何をしているかというと、このニューラルネットワークを接続するそれぞれの重み付けを変えています。その重み付けを変えることで、1件の画像を入力したら1件という出力が出てくる。A という画像を入力したら A という出力が出てくる。B という画像を入力したら B という出力が出てくる。学習が終わったモデルに A という画像を入力すると、出力は今までの1件ではなくて A という風になると。こういう風になってほしいわけです。このトレーニングにはかなりの計算パワーが必要です。CPU を使ってやろうとするとかなりの時間が必要になります。計算のパワーが必要なところに GPU を使っていこうというわけです。今回使うジェッソンナノの中にも GPU のコアがたくさん入っています。それを使ってモデルをゴリゴリとトレーニングします。この学習については基本的に回数を重ねれば重ねるほど推論の精度は上がっていきます。ただあまり学習しすぎても今度過学習という状態になってしまいます。いわゆるオーバーフィッティングの状態です。A さんの顔画像を使って顔推論モデルのトレーニングをしましたが、トレーニングに使った顔だけに過剰に学習が進んでしまって、それ以外の未知のデータについては推論の精度が下がってしまいます。A さんの顔画像はこれ以外にも、例えばこういった顔画像なんかもたくさんあるわけです。こういった A さんの未知の顔画像を入力した時に性能が下がってしまうわけです。こういった科学習については論文であったり解説記事がたくさん出ていると思いますので、この動画では解説しません。では実際に顔の画像を入力のデータとして顔推論モデルをトレーニングします。ジェッソンナノはこういったトレーニングやモデルの作成がある程度簡単にできるようになっています。ディープラーニングやその周辺の知識についてあまり詳しくなくてもできます。概要欄に参考にした GitHub がありますので、そちらぜひ見てください。顔の素材をひたすら撮影します。それぞれの顔にしっかりとラベルをつけます。学習を繰り返す回数は今回は30回に設定しました。回数を多くするほど精度は高くなっていきます。で今回はラベルを4つ用意して、それぞれについて100枚の画像を撮影しました。画像は合計400枚です。これらの画像を使ってモデルをトレーニングするのに、だいたい30分くらいかかりました。トレーニングが終わってモデルも作り終わったので、この顔を鍵にするプログラムを書きました。プログラムの長さ的にはそんな長くはないです。
ジェットソンの方にサーボを接続して実際にこのサーボが問題なく動くかも確認します。でサーボの設定方法なんかは結構難しいところがありましたのでこの本を参考にしてみました。ちなみに動画最後まで見てもらうとこの本のプレゼントがあります。結構役立ちます。というわけでこのプログラムをジェットソン上で走らせてみます。ちなみにチュートリアルだと Docker 上でこのプログラム走らせてるんですけど、そうしますとサーボモーター動かすことができません。この本体の上でですね、直接動作させる必要があります。動きましたね。ちょっと見ていきましょう。今カメラに何も映っていない状態ですけど、それですとバックグラウンドというふうに表示されています。でここで例えばさっきの画像の A さんですね、そうしますと表示が変わります。先ほどから A さんと言っていますが、これは NVIDIA の創業者で今の CEO ですね。ここに CEO の名前が表示されています。で今回は1件以外の場合には鍵は開かないというふうに設定していますので、たとえ NVIDIA の社長がここに来たとしても入れません。で実際に次1件をこのカメラの前に立たせてみます。こんな感じですね。どうですか。ここ1件になっているかと思います。で今1件になったのでここのサーボモーターが動きましたね。もう一回いきます。ここバックグラウンド状態ですけど、1件が映ると、はい、1件と認識されて、ちょっと秒数を置いてサーボモーターを動かします。でその後また離れるとこういうふうにサーボモーターが元の鍵をかけた状態になるわけです。顔を認識してから2秒経過すると鍵が開いて、でその間に入室すると。でこういうふうに入室した後は、鍵をまたかける。そういうふうな動作になります。でね、実際に使いたいわけなんですけど、この鍵のところにサーボモーターを仕込みます。でこんな感じで取っ手の部分のプロトタイプができました。まあ、クオリティとしてはですね、もう激低いレベルですけども、こういったプロトタイプっていうのはできるかどうかを先に検証して、細かい部分のプロトタイプは最後の最後でやった方が、まあいいかなというふうに考えているので、まあこのレベルでも問題ないとしましょう。というわけで実際に試してみます。ここに素晴らしいラピッドプロトタイピングの鍵があります。で、ここにカメラがついてて、ジェットソンなのがあると。で、最初1件じゃない人の場合をやります。当然ですが、こういうふうに1件ではないので、1件とは認識されません。鍵も当然ですが、動きません。でですね、学習が不足しているのか、若干の誤検知みたいのはありますね。この CEO の名前からちょっと1件っていうふうになったりしますけども、まあでも大体の場合でこの CEO の名前になりますんで、まあいいでしょう。で次は実際に1件の場合を確認してみます。こんな感じです。はい。1件と認識されたので鍵が動きましたと。でこれまた鍵が施錠されると。鍵が開いてから再度閉じるまでの間隔がだいぶ短いんですけど、これは後でプログラムを書き換えれば何とでもなります。1件が何秒間かこのカメラに映っていないと、その鍵が解除されないというふうになっているので、なかなかうまくできているとは思います。なんか実際の鍵っぽいですよね。鍵が解除されて、でまた鍵が今度ロックされると。お、スマートフォンにもですね、今回通知するように実はしていました。実はジェットソンですね、いろいろ Python とかも書けるので LINE Notify の方にも連携できます。今回は誰が入室したかを分かるようにしました。で今回は1件が入室しましたので1件というふうに通知を出しました。 LINE Notify で提供されている API を叩けば、こんな感じで顔を鍵にしつつしかも通知を出すみたいなこともできちゃうんです。さっきまで使ってたサーボモーターだとトルクが小さくて鍵が全部閉まっていませんでした。なのでもう少しトルクの大きいサーボモーターに変えます。小さなサーボだと頼りなさそうな感じで動いていましたが、交換後はしっかりと動作しています。さすがトルクが違います。というわけで今日はジェットソンナノを使って顔を鍵にするというのをやってみました。実際このジェットソンの中でやっていたことは何かというと、顔の推論ですね。まあ、1件の顔は1件というふうにこのジェットソンの中で認識させて、それ以外の人の顔はそれ以外の人の顔というふうに認識させていました。で今回みたいなアプリケーションを作るのにディープラーニングを 100% 理解する必要というのは実はなくて、まあ、作るアプリケーションによってこういったことをやりたいくらいのことが分かっていれば、実は結構簡単にですね使えてしまいます。まあ、理解するのと使えるっていうのは、まあ、また別なんですけども、
まあ、そのくらいですね、まあ、割とカジュアルな感じでできてしまいます。去年まではこのジェッソンナノの在庫かなり薄くて、なかなかですね、いろいろ試すことは難しかったんですけども、ようやく在庫も回復したので、皆さんぜひですね、このジェッソンナノを使ってみませんかという話です。このジェッソンナノを使うときにですね、いろいろ参考になる本があります。例えばですね、こちらジェッソンナノ超入門という本なんですけど、こちらをですね、今日は皆さん20名の方にプレゼントしたいと思います。概要欄の方に Google フォームがあるので、そちらの方に行って簡単な質問に7個答えてもらうだけです。それだけです。でこの本ね、見てみると結構いいです。ジェッソンナノのセットアップから、あとは USB カメラを使った骨格検出だったり物体の検出、あと画像の推論なんかも含んでます。で今回サーボモーターも実際に動かしてみたんですけど、そのあたりの設定なんかはこの本がかなり役に立ってます。というよりかはこの本をそのまま使ってます。ジェッソンナノも問題なく入手できるようになりましたし、こちらの本を使ってみて、ぜひですね、ジェッソンナノの入門からいろいろ始めてみるというのもかなり楽しいかと思います。でジェッソンナノの販売店は概要欄の方にまとめてありますので、欲しい人はぜひそちらの方から確認してみてください。あとこちらのプレゼント企画も必須です。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。